え、何ちょっと海藻大腸炎でちょっと病気で難病だよ、難病で大腸なんか大腸に、何てめえ好感度上げようねんだよ、上がれないし別にそうなんで、でポテチとかもね本当はやっぱねダメなの、いや別に今はいいんですよ、一時本当は食べれない時期があったんで、あ、そうなんだ、こうやって食べられる幸せをね、やっぱ生きてるって素晴らしいことなんですよね、そうだな、究極ね、極論言うとね、究極のもう食べて好きなことやって生きていく、これ本当に素晴らしいことだって最近思うし、やっぱ俺がここに今いる意味、それを今一度考えて、ちょっとやっていこうかなと、はい、思いますと思います、高田、いや、だってさ、母校は潰瘍性大腸炎でしょ、俺はモビッツ新潟の防湿ブロックじゃん、高田はパニック障害じゃん、パニック障害俺たちは俺パニック障害あれなんだよね、最近高発生障害の弱さを知ってるっていうか、そういう、だから俺たちはじゃあ、キヨとかはさ、弱さを知らないじゃん。俺たちの強みっていうのは、そういう弱者の気持ちが分かるっていう。確かに。みんな弱者じゃん。パニック障害、潰瘍性大腸炎、モミッツ苦手。下手すりゃ俺ペースメーカーになきゃいけないんだよ。お前もだって難病じゃん。高田も難病じゃん。精神疾患。俺一番悲しいんだけど、俺たちは、ね、じゃあみんな聞いて。やだ俺聞いて。俺たちは弱さを知ってるから。お前ら、仲間なんだよ俺たちは。俺たちは絶対違う。じゃあ聞いて。こんなに時間まで俺たちの放送見てる奴らバカ、もう本当に、例えば引きこもりで仕事できねえよとか、本当にクズなの。で、そいつら俺たちは仲間なんだって、応援してくれよ俺のことをずっと。パニック障害と潰瘍性大腸炎だよ、俺ジャンルで死んでるじゃん、精神病と難病だよ俺下手すらしかベースメーカーじゃなきゃいけないんだよ俺たちが応援されなきゃ誰が応援されんだよそれ悲しすぎるわ、俺だって下手したら人工肛門やからなお前おいマジで、おい、であれマジ聞いて、モコが人工肛門だったら俺配信するから、モコがこの腹直筋の左側に人工肛門やってるモコここに開けるんだ、ここに開ける、ここに開ける、え、ど、なに、ここに、ここは出すの、多分そうだね、管を入れ て、おい、モコの人工肛門生配信しようぜ次のは俺たち3人が集まるときはモコの人工肛門があるからいいよ別に俺関係ないし、俺他人事だから別にどうでもいいしすごいね、楽しみにしてたよみんな、まあ、そうならないよりね、俺はちょっと体には気をつけていきたいなと、いやー気をつけなくていいよお前の人工肛門俺見てえし、うん、うんこちゃんあれでしょ、ペースメーカー入れた、俺ペースメーカー入れたらみんな見せるしえ、入れよ、だからお前が人工肛門つけて、俺がペースメーカーつけて、高田はなんかその精神疾患でなんで俺やろう、それはもうみんなに約束するからじゃあ、だってさ、聞いていいところ見せても、じゃあそのさ、綺麗なところ見せてもしょうがない、俺たちの素の姿をやっぱ楽しんでもらわなきゃいけないんだよダメだ、そんなの視聴者はもう納得しないから、いやなんか動画伸びちゃって楽しいみたいな、そんなんいらないから、モコはあーなんかあれなんですよ、人工肛門で自分とは意図せぬところでうんこ出てきたの、あ今うんこ出てきましたみたいな、人工肛門はちなみに年がら年中下痢だから、なんか水曜便が出てきましたみたいな、高田健一はデパス飲まなきゃ眠れませんみたいな俺はおみんな見て、ペースメーカーはこんなぐるぐる回せるんだよって俺たちは命かけなきゃいけないんだって、それクラスのことをしないと俺たちは視聴者に認められないから、頭おかしいよ、うん、いやそれぐらい、じゃあ俺たちはもう約束しよう、3人はそういうの見せていこう、じゃなきゃダメだよ、分かった、うん、まあちょっとまあまあ仮に、あと1回回したらペースメーカー止まるからみたいなあもうやべえよ、その寝室のリードがもうこれ外れるけどいいよ俺はもう本当に放送で死ねえなら本望だよ俺はそれぐらい覚悟してるから、いやシャレにならないそれは、いや それぐらい俺はもう覚悟決まって、お前だからお前らも覚悟決めてほしい、覚悟決めよう、覚悟決めなきゃダメだよ、はい、覚悟決めます